その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。そろそろ帰ろう。なんでここに？そんなに寝ぼけるまで熟睡してたの？いや、なんかすっげー長い夢を見てた気がするんだけど、思い出せねえな。どうして泣いてるの？いいだろ、ほっとけよ。熱くなるとすぐ衝動的に行動する。そんなことよりお前、髪長すぎやしねえか？立体軌道の訓練で事故になるかもしれんぞ。わかった、切ろう。でもおい、お前何人の服で？服なんてどうでもいいだろうが、羨ましい。はあ、何言ってんだ。巨人が来るぞ。本気か？奴らが壁を壊すことがあったら、そらしっかりやるぞ。しかしな、そんなこと100年間で一度もないんだぜ。何もたもたしてんだ、早くしろ。大丈夫、自信を持って。ねえ、セルク！この初陣で活躍しとけば、俺たちは新兵にしてスピード昇格は間違いなしだ。私はない。
何があったんだよ。ここまで人類が追い詰められた最大の要因は巨人の驚異的な生命力にある。教官、それでは巨人は不死身ですか？不死身ではない。巨人を倒す方法は一つ、ここを狙う。巨人はこの部分を大きく損傷すると再生することなく絶命する。だから肉を削ぎ落とすためにこの2本の刃を使う。おい、どうしたんだアルミ、しっかりしろよ。おいアルミ、目覚めたか？大丈夫か？お前の班は？班？パリ！あそこだ。ずっとここにいてもいつ踏み潰されるかわからない。落ち着いてやればできるよ。全ての責任を負わせることになった。どうしたよアルミ。なわけあった。